第1回稽古場ダービー来る順番を3連単で予想するという企画になってます。なるほど、はい、3連単チャリ持ってるんで総力めっちゃある特に運高いのか、ね、運高いのやっぱそのタゴタゴちゃんですね。トクツミトクツミタゴアゴタゴア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 ゴほぼ徹夜した赤井さん564ですね、はい、自信満々。はやと行くわ、ほんなら。はやぶさで。はやぶさ来た。532で。532、はい、おー、これはちょっと人生という名の道に迷ってて。いや、かわしいわ。眠い。おはようございます。おはようございます。何時ですか？9時20分ぐらい。何やってんだろう。誰もいないし、カメラセッティングして。よし、OK。 公園 T シャツ着てね。ねえ、うん。ご飯も食べて。朝食ね。ネオバターロール。稽古場ダービー本番です。よいしょ。赤井さん落ちました。いやー。今日は稽古開始は何時でしたっけ？12時ちょうどですね。あと2時間半後。そうです。2時間半後に。稽古開始。待ちましょう。2時間半。はい、待ちます。はい。僕が、427ですね。はい。確か。で、及川さんが564。はい、私が564。564ね。で、北さんも532だから、まあ、1着が2人ともタグなんですね。そうです。1着だと。ここで昨日私はすごいことをしてしまって、タゴさん10時までバイトやばい、これはまずいです。10時までバイト、10時までバイト。朝バイトやったんや。あの人朝バイトしてたの。それ痛いな。痛いですね。痛いですね。さあ、どうなるんだい。朝ごはんを食べましょう。うん、走ったんだぞ、そこまで。
役者さんが別に11時半に全員来れば終わるんですよ。自由が3着来れば終わりじゃない、まあ、正直3着来れば終わり、正直3着で終わり、まあ、一応でも収めときたいと、認めたいとこは、え、ちなみにどっちが早かったの？よし、わかりさん、うわしばらく一コーディーやるみたいな緊張だから
ね、赤いフェラーリ。え、そんなあるんですか。こいつ実は自転車盗まれてるから。そう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 、そうやった。そうそうそう、チャリ盗まれてた。そう、あくんにうちは30分予定をして、僕が10分くらい遅れませんほんまやにして、で、あ、じゃあ僕ご飯買ってこうと思ってゆっくり言ったら、僕が準決には誰の三着予選も入ってない。でも入ってないの準決清水だけやな。準決清水だけ。そうなんだ。ちなみに11時にキッドさん来るって言ったはずなかった。さすが。11時に行くわ。もう40分だ。はい、以上ニコワダービーでした。はい、ぜひ頑張ってください。はい、よっしゃー。あ、ドラえもん。